公衆衛生医療品規制医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬事法の歴史医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。法令番号は、 昭和35年法律第145号、1960年8月10日に交付された。医薬品、医療機器等法、薬器法と略される。制定当初の題名は薬事法であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律の施行により現在の題名に改められた。目的は、医薬品、医薬部外品。 化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上、特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることにある。この趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、 医薬品や薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。毒薬毒薬の容器、ひつつみに表示する標識の例。毒薬は医薬品の一種である。定義及び取り扱いは、同法44条以下が定めている。毒性が強い医薬品を、薬事、食品衛生審議会の意見を聞いて、厚生労働大臣が毒薬として、 法令で指定する。毒薬は黒字に白枠、白地を持って、その品名及び毒の文字が記載されていなければならない。また、その保管に際しては、施錠できる場所に他のものと区別して貯蔵及び陳列しなければならない。具体的には、急性毒性における致死量が蛍光投与で体重 1kg あたり 50mg 以下のものを言う。 毒物及び劇物取締法により定義される毒物としばしば混同されるが全くの別定義である。毒物及び劇物取締法二条により医薬品としての毒薬は毒物ではない。医薬用でない毒物は医薬用外毒物の表示がなされる。本法で定義される毒薬はあくまで医薬品のカテゴリーの一つであり、疾患の治療や検査に用いられる薬で、 他の医薬品と同様適切に使用すれば安全で有用な薬である。例としてジギットキシン、塩酸モルヒネマツ、アムホテリシン B など劇薬激薬の容器に表示されるマークの表示例。劇薬は医薬品の一種である。定義及び取り扱いは同法44条以下が定めている。激性が強いものを薬事、食品衛生審議会の意見を聞いて、 厚生労働大臣が劇薬として法令で指定する。劇薬は白地に赤枠、赤字を持って、その品名及び劇の文字が記載されていなければならない。また、その保管に際しては他のものと区別して貯蔵及び陳列しなければならない。具体的には、致死量が蛍光投与で体重1ラムあたり3 0 0ラム以下、非下注射で、 体重 1kg あたり 200mg 以下のものを言う。前述の毒物と同様、毒物及び劇物取締法により定義される、劇物とは別定義である。毒物及び劇物取締法2条2項により、医薬品としての劇薬は、劇物ではない。医薬用でない劇物は、医薬用外劇物の表示がなされる。ただしジクロルボスのように同じ有効成分でも、 製剤の形態で劇薬と劇物に分かれるものもあるが、同一製剤が劇薬と劇物療法に指定されることはない。例として、ハロタン、トルブタミド、大半の抗生死薬など普通薬毒薬、劇薬以外の医薬品であり、ラベルの表示や保管方法の特定の取り決めなしアスピリン、フロセミドなど習慣性医薬品、習慣性医薬品は、1961年から、 旧薬事法の第50条第9号にて指定されている。国際的な睡眠薬の乱用に伴って処方薬とすべきことが決定された医薬品である。後に麻薬及び厚生新薬取締法による指定が追加されることになる。医薬部外品は同法2条2項が定義するものである。人体に対する作用が緩和なものであり。 医薬品のように販売業の許可を必要とせず、一般小売店において販売することができる。化粧品は、同法2条3項で定義されている。人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、要望を変え、または、皮膚や毛髪等を健やかに保つために、皮膚、または毛髪に塗殺、散布などされるもので、人体に対する作用の緩和な物医療機器は、 同法24項で定義されている。人、または動物の疾病の診断、治療または予防を目的とし、人、または動物の構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具で、精霊で定めるもの。機械器具ではなく単体のソフトウェアであっても、ヘルスソフトウェアと呼ばれるソフトウェアについては、医療機器として取り扱う。ヘルスソフトウェアとは、 疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム、疾病予防用プログラム、及び、それらを記録した記録媒体である。それらの中でも、副作用または機能の障害が生じた場合に、人の生命及び健康に影響を与える恐れがある。ものについては、他の医療機器同様に製造、販売が規制される。なお、これらを、電気通信回線を通じて、 提供を行う場合、医療機器販売業として取り扱われる。医薬品及び医療機器は原則として当該製品に警告、禁忌禁止、使用上の注意、品目使用、操作方法、放送単位などを記載した文書を添付しなければならない。これを添付文書という。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器にはその容器、 包装もしくは直接のひつつみに、製造販売業者の氏名、または名称及び、住所、名称、製造番号、または、製造記号など、法で定められた事項を記載する義務がある。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器については、虚偽、または古代な記事を広告し、記述し、または、ルフしてはならない。具体的な基準としては、 医薬品等適正広告基準があり、同通知によると、例えば承認や認証を要する医薬品等については、その承認、または認証を受けた範囲を超えた効能効果等を標榜することはできない。薬局解説者は薬剤師に書面を用いて必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。薬局解説者は、 薬剤師に当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤、または医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。薬局解説者は前述の情報の提供、または指導ができないとき、その他規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは当該薬剤を販売し、または 重要してはならない。製造販売や製造、特定のものの販売を行うためには許可が必要である。日本国内で上司する医薬品、医薬部外品、医療機器の日本国外の製造施設は外国製造業者認定を取得する必要がある。日本国内で上司する医薬品及び医薬部外品は製造販売承認を取得しなければならない。 化粧品については製造販売届の提出が必要である。医療機器については、高度管理医療機器及び指定管理医療機器以外の管理医療機器については製造販売承認を、管理医療機器については製造販売認証を取得しなければならない。一般的名称の定められている既存の一般医療機器については製造販売届の提出が必要である。ありがとうございます。